えー、おととい、朝倉未来さんが不倫についてネットアンチについてのディベート動画を上げていました。以前、ひろゆきさんも同じ内容でディベートした経験があると思いますが、よくではその動画を見て、次回ご意見聞かせていただきたいです。またひろゆきさんから見て、朝倉未来さん、成功した理由、格闘家としての強さは知名度はも,もちろんですが、それ以外だと、どの辺が有能だと思いますか、まあ、でも、格闘家というか、もともとその格闘技とか相撲とかやる人って、例えばラッシャー、木村さんとかあの、マイクパフォーマンスをやる人っていうのいたんですけど、大体たい喋れないんですよ。 で格闘家で、あの、きちんと喋って面白い人ってあんまいないんですよね。ほんで、その、浅倉みくるさんに関しては、その、格闘家としての能力が高いのと、ちゃんと喋れるっていうのが、結構経由なんじゃないかなと思います。弟さんも喋れるから、あの兄弟優秀なんですよね。不思議なんですよね。なんか、あの、 運動系、格闘系の人って喋れない率が結構高いんですよ。で、柴田さんとかって喋れるんですけど、申し訳ないですけど、その、プロレスそんなに優秀ではなかったじゃないですか。 だかであの「女王ブログさんとかもボクシングかじりました」でしゃべれますじゃないですか。なのでそのある程度格闘技できますしゃべれますの人いっぱいいるんですけどそのガチ格闘技でいきましたっていうと具志堅陽高さんとかマジ何言ってっかわかんじゃないじゃないですかちょっちゅねとか。 であの渡嘉敷さんもまあちょっと微妙と。で鶴太郎さんはあれ元々芸人さんがボクシングをやったタイプなのでまあ喋れるよねっていうのがあるのでなので格闘技から入ってそのまま喋れるようになった人ってかなり珍しいんじゃないかなと思いますはい。あのその天真爛漫に思ったことを言うビッグマウス系のしゃべれる人は昔からちょこちょこはいたんですよ。 でもあの、ちゃんと喋れないですよね。例えば、アントニオ猪木さんとか、あの喋れてはいないんですよあのその。キーワードがあって、みんなにこれが言ってほしいとかの掛け声だったり、そこでアジテーションはうまいんですよ。でもその、ファンが楽しめる話はできるんですけど、他人を説得する、説明するっていうのを、アントニオ猪木さんが僕、ちゃんとやってるのって見たことないですよね。あトミーズマサさんはそういう意味では、かなり強いですね、レアですね。はい なので結構その喋れる格闘家レアなので珍しいんじゃないかなと思ってますはい。あ、須藤元気さんはね、めちゃくちゃ優秀ですよね。ただ須藤元気さんもその格闘家としてはそこまでトップまでは行けなかったっていうのが僕好きですけどね、あのスタイルははい。